サンドイッチマンのお二人ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは牡牛座のあなたです。ここぞという場面で巧みな話術を発揮、自分の考えをまとめて発言すると良さそうです。ラッキーパーソンは写真撮影が上手な人です。3位の乙女座の人はプライベートが充実する日、やりたいことは何でも挑戦してください。7位の魚座の人は視野を広く持つと大活躍、ただこだわりすぎには要注意です。続いて9位の牡羊座の人はぼんやりしてミスを連発、人の助けを借りて挽回しましょう。そして今日最も荒れ運勢の人はごめんなさい、双子座のあなたです。周りに気を取られトラブルの渦中に、まずは自分のノルマを優先して行動してください。でも大丈夫、そんな双子座の月を回復させるラッキーメニューは焼きおにぎりです。